3回のオリックスは7番の福良からボール2からカウントを取りに来たストレート、怪我で出遅れていた福良懸命に走ります。これ初ヒット、ツーベース、ノーアウト2塁です。藤田が三振、小川のライトフライでサードに進んでトップに帰って松永ライト前ヒット、1点を返します。味方の得点の後点を取られた野茂、元西に対します。2球目に松永が盗塁を決めてツーナッシングからフォークがショートバウンドしてます。ワイルドピッチで松永サードへ、そして次の4球目またフォーク、今度は空振り三振。ワイルドピッチの後もう1球フォークを投げました。よっぽど自信があるんでしょう。ホームランです、近鉄。さて試合の方は一方的、こうなると注目が集まるのは野茂のピッチングです。中盤以降自慢のブルーサンダー打線、なんとかしなければいけないんですが、なんとかしなきゃいけないという気持ちでね、今日は変化球が多いということはベンチに当然入ってると思うんですよね、はい、しかし分かってていながらね、この変化球のボールを振ってしまってる、この辺はね、もう絶対にバッターというものを打ったらいけないというものをね、厳しくベンチは言わないかんですね、はい、近鉄は9回表にブライアントのツーランが出てなんと15点です。野茂は8回までに三振14個を奪うピッチング、9回あといくつ三振を取るんだろうという興味もありましたね。プロに入ってね、いろんなこうことを経験してね、自分なりの研究したピッチングを今日したと思うんですよね、はい、17三振、やっぱりまっすぐ打たれるから、よし、こんな変化球で勝負しようということで、本当に今日はね、はい、フォークがもう最高のキレしてましたよね。最後のバッターは福原です。2エンド1からの4球目、このボールはまっすぐですよね。最後の最後に、速いところで勝負していきますので、まあ、これから次に投げるときまた楽しみが出てきますけどね。17個の三振で日本タイ記録で試合終了。ついにやりました。そうですね、やっと勝てたっていう感じですねルーキーで完投勝利で、初完投初勝利が17個の三振、はい、まあ、たまたまもう点数空いてたんで、向こうの選手もそんなに多分集中力かけてたと思うんで、まあ、こういう記録になったと思うんですけどね。次の目標を、次も勝ちますという。